ゆうた、ゆうま、ひゅうが、再来年ぐらいに野球部多分ナイトプールで禁になる大和カムラットです。今日は何、今日は絶対、絶対なんてないですよこの世にと言いたいところじゃないですか、はい、ただ僕たちは YouTube というこの媒体で企画というものを使えば絶対っていうものを叶えられると。この間ね、とあるお仕事で大人の方とちょっと喋ってる時に言われたことなんですけれども、コムドットってすごいキャラ立ってるよね、全員顔の系統違うよみたいに言ってもらって、顔の系統違う、違う、一人も同じじゃない、何顔、眠顔、ないです、ないけど。まあ塩顔だよね、言うたら塩顔。あっちゃんなんだ、韓流って言われますね。いや、キムチ顔になるのかな。キムチ顔、キムチ顔、キムチ顔、チヂミ顔か。おいらはなんだろう、ヤマト分かんなくね。醤油、まあ醤油だね、多分。浦瀬さんは、まあ浦瀬さんも醤油なんじゃない、違う、醤油かな、かわいい子ちゃん顔で塩じゃない。なに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 、アルパカかわいい子ちゃん顔でしょ。で調味料でやってるやん今。みりんで。そんな甘さなくない、甘い感じ、甘酒とかじゃん。甘酒顔、甘酒です。しっくりくるわ、確かにみんな違うわ顔。いやバカ、簡単なのねえよ。そうね、ゴリラ顔ね、ゴリラ顔じゃねえって。じゃあみんな調味料じゃねえよお前、すりつぶすな。すりつぶしてんだよ。何でも粉にしてんだよゴリラ。まあソース顔だよね、うん、ザソース顔って感じで。でもその方が言うには、顔の系統も違うしファッションの系統も違うよねっていう風に言われたんですよ。言われてみれば、まあ、最近服とかさ同じの着たりすることもあるけど、全員なんかそれぞれニュアンス違うみたいなのあったりするわけじゃないですか、うん、例えばユーだったらストリートとか、まあユーマだったらきれいめ系とかあると思うんですけれども、24年間も生きてきてしまっているとなかなか自分の考えの外に出れないっていうのがありますよね。なるほどね。そこでですね、コムドットのファッションの流れに新たな風を吹かしたいということで、本日先生を招いて企画を取っていきたいと思います、うん、いいよ。じゃあまずは先生に登場していただきましょう、うん、セイラです。出ました、どうぞ。よろしくお願いします。ってことでこの方が僕たちの先生になります。普段結構僕が参考にさせていただいているモデルさんなんですけれど、この間もお揃いの帽子買いまして。パクってるんだよね。そうだって、リングとかバッグもそう、嫌だ。逆だよね、普通下がね、上のまでするもんだけど、妹としてあんま見てなくて、その時はこのモデルさん使ってるもの可愛いなとかあるじゃん。やっぱそれでさ、俺も普段買わないようなものとかも変えてるんだけど、そのタイミングでこの企画を思いついたわけですよ。ちょっと企画から発表させていただいてもいいですか。ということで、本日の企画、セイラの言うことは絶対ショッピング。王様ゲームっていうゲームがありまして、でその掛け声として王様の言うことは絶対みたいなあるわけじゃないですか。ゆうたが昔めちゃめちゃ女の子大好き、あ、ヤマトから教えてもらって、俺からそう、うん、あ、そうそう、俺もヒューガから教えてもらってるからね。俺がユーマから教えてもらって俺がね、ヒカルから教えてもらいました。弟から教えて、弟やんちゃやん。この企画なんですけれども、ちょっとシリーズものの企画にしたいなと思っていまして、本日第1弾となっております。毎回毎回コムドットメンバーとセイラ2人で買い物に行っていただきます。あー、なるほどね。はい、まあ普段自分が行くようなお店に行くのもありなんですけど、セイラがちょっとこの店行こうよって言ったら絶対なので、はい、なんだ。お店とかもね、許可取って撮影するんですけど、その中でセイラがあれこれ似合うじゃん、じゃあこれ買おうってなったら、セイラの言うことは絶対なので買わなきゃいけない。でもけどいいじゃん、センスある人に言われたもんね。自分だったら買わないようなものをセイラに言われたからっていうので買って、新しい扉を開いていこう。あるもんね、俺これ着ないわって思ってやめること。いやけど似合うよってビビモデルに言われたらいいんじゃないかな。まあそれはだって何も言わせられない。責任重くない。そうそうそう、先生は結構もうほんと責任重めな企画なんですけど、結構面白くないですか。面白い、嬉しいしかも、まあ、ヒューがこの間言ってたのよ、俺もセイラにスニーカー選んでほしい。あーよく言ってるでしょ俺、うん、ということで今から、まあ、1人決めてロケ行っていただくんですけれども、うん、本日第1回決まってます。あっ、すでにね、視聴者の皆さんがね熱望してるコンビです。ということで第1回のセイラセレクトでショッピングしていただくのはユーマくんです。ありがとう。じゃあちょっと前で出てきていただいて、結構ねセイラユーマが見たいなんていう声がね、あの視聴者の方から届いてます。うち間違えちゃったか、タトマオ、タトマオ、幼馴染ですからね。うん、幼馴染の距離感ではないぞ。一回やめたんだよね、幼馴染。一回やめちゃって、最近頑張って取り戻そうと。頑張ってって頑張るもんじゃない。セイラ、あっちゃんで言ったらさ、うん、俺と同じ付き合いの長さなわけ。そう、だって家に遊びに来てるから、1年生の頃から。で、おならしたりとかしてたよ、あっちゃんの家で。で、あっちゃんの次がゆうたかな。ゆうたは小3小4の時、俺ん家に遊びに来てた。
だから、うん、多分ユータで、で次が多分五六でユーマと仲良くなって家遊びって、次がヒューガでしょ。中学校。だからちょっとバラバラなんですけど、うん、どうなの距離感的に一番遠いのは誰なの？ウラジミールか。いやちょっとね、え、結構だってちっちゃい頃川一緒に行ったりしてたよね。家族ぐるみで行ってたんですけどね、ちょっと離れてたら俺敬語とか使うようになっちゃった。そうなんだよね、うん、一番逆に距離近いのは誰なの？まあ仲良く喋れるなみたいな。え、仲良く喋れるのは言うとクイーン。いや、ヒューガだよ。ヒューガ君ちょ緊張しちゃうか。緊張してた。緊張してたの？大盛り上がりしてたはずなんだけどね。いつだよ、その間違えてる、そのお前が噛みつく方向。緊張してる方がやばい。いや違うよ、それはゴリラだから。バカバカバカ、ゴリラに緊張すんの？戦慄的なね、同じ檻に入れられたみたいな緊張感の話ね。ここ一緒かも、本当になんか話す内容が違うけど、うん、ドラマとか、うん、あっちゃんは、あの、ユーマが近い。ユーマだよね。あざっす。キモい笑顔。あっちゃんが緊張しちゃってるから、ね、そうだよ、あっちそうなんだよね。まだ狙ってんの？まだって何？だってなんか付き合えるなら付き合うって言ってたやん。あれはもう言うしかなかったから。いや違う、それは思ってた。まあ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 一番遠いのがユーマなんだね、うん、はい。まあだからその距離感を埋める機会でもあるから、ね、この客にいい客ですよ。でしかもユーマは自分のファッションっていうよりも、まあ、俺が選んだ服を着てるっていう感じだから、うん、俺になっちゃってるから、確かに逆にこうセーラーが入ることによってこう全然違う系統の服とか可能性が開いていくとか、うん、ヤマトイズムからもうセーラー入って鈴木系イズムみたいな感じ。いいねいいね。いいんだ。ってことでじゃあもうここから2人です。おー、おら結構この企画が好評だった場合、まあ、第2回第3回と俺らもセーラーに選ばれたものを買っていくっていうこの企画を続けていきたいなと思うんです。ぜひぜひ皆さん高評価とかね押していただいて、全部見終わった後にコメントとかチャンネル登録していただけたら幸いです。よろしくお願いします。おいしょ。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでセーラーちゃんよろしくお願いします。やばいねこれ、ね、俺車が変わると思ってなかったね。私もだよ。マジで面白いな。お願いします。お願いします。結構爆笑だよね。うん、なんでだろうね。確かに僕たちは一応幼馴染ですからね。そうだね、関係性的には、うん、ちっちゃい頃の写真とか、うんうん、ほぼいるよね。いや、いるんだよ。なんか川とかディズニーとか海とか大型の遊びの時にね。絶対いるよね。絶対いる。意外とめっちゃ仲良かったよね。仲良かったよね、うん、セーラーぐらいな感じだったよね、俺多分。だけどユーマがなんかユーマに嫌われて途中から。いや、嫌われたわけじゃないよ。なんか敬語になって、うんうんうん、めっちゃ距離遠くなった。どうしていいか分かんなくなっちゃったね。なんでですか、それは。いや、一回やっぱ高校生活でさ、ニキビがめっちゃできて、その精神的にちょっとイケイケじゃなくなった。鬼陰キャブゾーンに入ってって。でもさ、なんかさ、ヤマトにさ、めちゃくちゃさ、おもろい動画みたいなの送ってたでしょ。送ってた、送ってた。あれ全部私見せてよ。だから自分で撮って、あれだよね、うん、テスト勉強中に暇だしやるかっつってバインみたいな感じのことを。そうそう、イカれたやつね。やってたんですよ、高1の頃。あの頃イケイケだったんで。あれイケイケなの？イケイケ時期の高1だから、ヤマトさんは思ってるからこんな感じ。とかやって女の子に近づこうとするチャラいやついますよね。マジ定番でつまんねえんだよ。こんなこと。高3が高2の終わりぐらいかな。キャプテンとかやったり、あと当時付き合ってた彼女に振られたりして、でニキビが爆増するって。それでもうどん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 ちょっとメンタルがね弱めになってって、久しぶりにセイラに会ったらさ、セイラも成長してるわけや。私も多分トゲトゲしてたというか、うん、思春期。そうだね、だったよね多分。だからまあ時期が良くなかった。時期が悪かった。ニキビと振られと、うん、振られと思春期が全部重なって距離ができちゃいましたと。はい。でも最近そんなにさあんまなくない？ない。大丈夫な気がしてきた。言うてない。言うてない。キャラじゃない。そうね、それはある。だからそんな大丈夫なんですよ皆さん。仲いい女の子との距離はどんな感じなの？いやでもね、大体俺がさ、こう、気気味やん。だ結構グイグイな人としかあんま仲良くなれないっていうか。そうだよね。気強い女子が仲良くなっていじられてるって感じでね。いじられ側なんだ。うん、大体いじられてるね。ユーマと仲良くなるにはもうグイグイ行かないといけないってことなんですね。そうなんですよ、めんどくさいやつなんですよ。だからね、やっぱそんなさ、いじる感じの女子じゃなかったりするとさ、この人どう扱っていいんだろうってなるんだよ。私全然、あのいじんの大好きなんで、うん、多分仲良くなれるんじゃないですかね。バコバコいじってくださいよ。え、なんか冷静に受けるよね、この
この感じ。冷静に受けるよね。本当はあの年数的に余裕なはずなんだけど。確かに。え、何歳で会ってんだろう。多分小6ぐらいじゃない。そうだよね。ってことは12年ぐらい。やばいな。やばい、ね。そんなに一緒にいて距離があるとかやばいな。受けるね。ユーマのお母さんはさ、うんうん、私のお母さんと仲いいからさ。うん、ユーマのお母さんの方が仲いいかも。まあ彼じゃないか。ヤマトちゃんね、結構コミュニケーション強いですからね。そうね、そうね。よくヤマトんちの実家の方に遊び行ったりして、そうそう、今来てるよとか LINE 来たりするからね。本当、うん、そう、めっちゃ合う、めっちゃ仲良しだから。俺より合ってる。みゆみゆ見てる。みゆみゆ、みゆみゆも受けてるよね、きっとこの楽曲。うん、俺も今みゆみゆって言ったのちょっと恥ずかしかったもんな。え、なんて言ってんの。お母さん、お母さんとか母ちゃんとか、うん、うちの父ちゃんはさ、母ちゃんのことをゾウさんって呼ぶんだけど。それはなんでなの。それは普通に身長が高くてちょっとでかいからって。確かに身長めっちゃスラッとしててさ、スタイルいいもんね、うん、その話のさ起点になったところがあるんだけど、うん、父ちゃんがなんかディズニーのなんかで出会ったみたいなさ、うん、話を僕の誕生日の動画でもちょっと話したんですけど、うんうんうん、ちょっと深掘りしていったら、2人母ちゃんともう1人女の子がいて、うん、で母ちゃんと結局はさ結婚するわけじゃない、うんうん、でいい感じになっていくのは母ちゃんなんだけど、その最初に出会った時は母ちゃんじゃなくて小柄なもう1人の子の方が可愛いと思ってなってあの旅行中言ってましたよ。やだ。だから結構大きいっていうのを父ちゃんは多分思ってたんだね。だからゾウさんって言ってた。なるほどなるほど。いやでもさ結婚とかさやっぱあるじゃないですか、年齢的に、うん、父ちゃんにさ、なんで結婚したのって聞いたらさ、なんか周りが結婚し始めて、俺らもそろそろしないとやばいなと思って結婚しちゃってって。絶対恥ずかしがってるよ。ねえ、でも俺っぽいなと思ったね。確かに。違う。ユーマもそういう感じ？うん、多分そんな感じになるんじゃないかなと思うね。え、結婚願望ある？結婚願望はあるよ。でもそんな早くなくていいかなって思って。それらは？え、あるよ。それあるよな。ある。でもマジでさ、タイミング。うん、じゃない、わかんないけど。確かに難しいね、この表で活動し始めちゃってるしね、うん、何歳ぐらいでしたいとかあんの。え、でもなんか本当にそのちょっと結婚したいと思ったら別に何歳でもいい。うん、いきなり来そうだな、そういうの。なんかあんまり報告とかもなく。確かに結婚すんだけどさ、そう、ね、感じ来そうだね。そうね、確かに。ヤマトとかもみんないっぺんに知るみたいにしようかな。じゃあヤマトとか式とかで知りそうだ、うん、招待状で知るみたいな感じにしてみようかな。じゃああ、もう呼ぶことになったんだ結局は。え、どうしよう。まだ迷ってた、うん、当たり前でしょ。前はヤマト呼ぶの嫌だって言ってた。嫌だよ嫌だよ。さすがに呼んであげてほしいね。ユーマもやってるけどね。そんな言える立場じゃなかった。俺も呼んであげてほしい。ミームは呼ぶけどユーマは迷ってるけどね。ユーマと結婚の話とかしてんのも素敵に結構爆笑な感じなんだよね。今めっちゃおもろくないだって、うん、クソガキだったもんな、うん、12歳とかで。どんなものを今日は買うんでしょうかね。どういうさ、 あれが好きなの。綺麗系、それとも結構カジュアルっていうか、うん、まあフーディーとかさ。うんうんうん、綺麗系が好きだけど、その今日せっかくの機会だから普段着ないようなものとかちょっとおすすめしてもらいたいね。マジでスタイルいいからさ、本当に何でも似合うよね。おだす、みゆみゆのおかげです。本当に本当にそう。抜群のスタイルだから。72センチぐらいありますからね。足ガチ長いし細いし、うん。じゃあちょっとね、もう少しで服屋さんの方とかに到着するんで向かっていきますか。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということで1店舗目はユナイテッドアローズさんですかね。イエーイ。はい、ちょっと向かっていきたいと思うんですけど、向かいながら行きます。私もそんな行かないか分かんないんだよね、どういうお店の雰囲気なのか。なんか綺麗な服が結構いっぱい置いてある感じだね。じゃ優雅な感じってことだよね。うん、山本が衣装を買ってきてくれるときはだいたいユナイテッドアローズさんにお世話になってることが多いって言ってたね。ということでこちらのお店にお邪魔します。じゃあ行きましょん。行きましょん。落ち着いてていい空間ですね、やっぱり。じゃあちょっとね、いつもお世話になっているレオさん紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、いつもありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます、本当に。今日はどういった。今日はセーラーに僕がちょっとコーディネートしてもらうっていうか。あ、はいはいはい。セーラーが買ったものは絶対っていう。これをユーマに買ってって、あのユーマの服で買ったものを絶対買うっていう。なるほど。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございま
ジャブジャブ王冠使っちゃいたいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見ていこうか。なんかさ、こういうセットアップとかもさ、可愛くない？確かに確かに、なんか可愛くない？綺麗。これここめっちゃ可愛い。スタイリッシュですね。こういうのとか着ないの？おお、これは珍しい、ね。可愛くない？うん。なんていうの、モヘモヘアっていうんですか、これ。そうです。意外と知ってないですよ。すごい。え、これめっちゃ可愛い。このさ、この前さ、ゲットしてさ、スノボのさ、パンツとかに合わせたらめっちゃ可愛い。黒いあの、オフホワイトね。なんかあんま着なくない？あんま着ないね。なんかモヘアね。うん。え、じゃあこれ、あの、買いでお願いします。まあ、一言目はそれさすがに聞きますよ。買っちゃいます。イエーイ。やばい、値段見てね。そうだよね。いくらなんだこれ。そうだよね。じゃあ確認しましょうか。します。値段が税込み価格41,800円。まあ僕のこれなんてことでしょう。かわいい。これいただきます。お願いします。あんまり着ないやつを揃えていけると。ママについてく子供みたいになっちゃってんな、俺。試着とか、試着とかしてもいい？あ、ね、全然、していいと思う。これ着てみてください。うん、着てきます。はい、お願いします。なんか、ユーマはジャケット持ってるかな。綺麗な洋服がめちゃくちゃ似合うから、綺麗なの選びたいんだけど、ユーマから新しいのに挑戦したいという風に今日言われたから、両方をバランスよく探していけたらなと思います。さっき結構派手なボーダーのモヘアのやつは結構派手だったんだけど、茶色とかベージュも似合うから。でもいつもネイビーとか、あとはオフホワイトとかが多いから、そこはちょっと重ならないように外していきたいなと思います。めっちゃ良くない？めっちゃ可愛くない？今日のさ、ここと靴合ってる。うん、合ってたり、みんなにすごいいいもの買ってきてもらったりしてるから、センスが磨けがってるかもしれないね。うん、センスが磨かれてるかもしれない。あ、そうですね。え、だってちょっと鏡で見たい。めっちゃいいよね、スタイリッシュ。え、可愛くない？うん、めっちゃ可愛い。インしても可愛い。インって全部入れるの？うん、全部可愛い。なんかさ、結構綺麗めの多いからさ、こういうセットアップとかさ、なんかカジュアルというかさ、かっこいい感じのも見たいっていうのも。めっちゃかっこいい。失礼します。え、どう？かっこよくない？なんかここにさ、黒いベルトとか入れても可愛いと思うんだけど。うん、めっちゃいいじゃん。ちょっとちゃんとカッコつけて。カッコつけて、それなんだ。ほら、かっこいい。買いで。私やってないよ、これ。これ普通に欲しくなっちゃった。え、どうですか、これ。ん、これめっちゃいい。もう本当に自分で買いたくなっちゃうぐらいいいから、もう買いでって言っちゃった。じゃあ、これ買いで。買いでお願いします。一応こちら、セール価格になりますので、比較的お値段はお優しいかと思います。トップスが38,500円の 50%、 パンツが35,200円の 50% でございます。よかったです。10万円は確保しました。可愛いもんね、めっちゃ可愛い。これ最高です。じゃあちょっと下とかもあるみたいだから、はい、下行ってみよう。行きましょう。このまま動いてみよう。めっちゃ気に入ってるじゃん。そんなわけないんだよ。ちょっと下降りていこう。下で結構買ってるものが多い気がする。そうです、こういう形で今レイヤーをしてますね。うん、うん、そうですね。ベスト守ってないし、もちろんです。もう多分上から結構本当はさ、シャツとか中にする。今日はニット着てるから、うん、モコモコしてるけど、モコモコしてても着れるぐらいのサイズ感ではあります。可愛い、うん、でも可愛くない、うん、いい感じで、いい感じ。回転お願いします。セイラの言うことは絶対。イエーイ。これ結構いきそうだな、これ。俺今一度ビビってたからね、これに。39,600円、税込み価格46,200円。おー、王様の言うこと全然聞きますよ。かっこいい、ユーマ女王。こちら購入でお願いします。ありがとうございます。大丈夫かな、このペースで行ったら俺金底ついちゃうかも。そうだよね、なんか私ガンガン行ってるけど。いや、いいんだよ、セイラはどんどん来ちゃってください。企画だもんね。うん、めっちゃ可愛くない？どこなんですか？これにデニムとかさ、普通に可愛くないと思うんですけど、どうでしょう？いや、めっちゃいいと思う。サイズ48わかんない。これって、大
きいのって何サイズですか？48が大きいサイズですね。ちょっとちっちゃめの、こちらです。この下 T シャツが結構やばいの見ますね。え、やばいですか？まあそれはちょっと後ほど。可愛いと思ったんだけど。初めて絞るんじゃない、これ言うの。先の山とか、ごめんなさい。いいね、この人。じゃあ、ありがとうございます。あ、失礼します。うわ、着心地最高です。黒でも可愛いし、白のシャツとかもめっちゃ可愛い。なんかね、めっちゃ気持ちいいよ、着てて。サイズはどうですか？サイズ感は腕は大丈夫で、ここはどうですかね。もともとかなりグッとコンパクトに作っているので、なんか最近のトレンドで丈の短いのがブームなので、ハイのデニムとかと合わせればいいです。はい、めっちゃかっこいいじゃない。これちょっと私が一目惚れしてるんですけど、うん、どうですか？なんか僕が上のニットを脱いでる時に笑い声聞こえたんですけど、ボンがなんかあたふたしちゃってたね。私的にはあの買いたいです、これ。女王様は買いたいと言ってる、はい、こちらの高そうなやつはいくらぐらいするんですかね。お値段は42万1300円。42万1300円でございます。 40?セーラーの言うことは、うわぁ絶対あーやばい企画だこれ。この企画楽しすぎる。やべえ企画だこれ、マジでやばい。普通に違う意味で距離生まれるぞ。そんなこと言うな、ね、いやでもかっこいいからね。それで40万しますよ。このかっこよさでこの楽さ、機能性もありますからね。自分に言い聞かせてるし。めっちゃ言い聞かせてる。気のせもありますから。でもこれめっちゃ着る。めっちゃ着て。うん、これ一生もんですね、40万円。息子とかにしちゃう、ついて。そうだね、未来の息子を見てるか。女王に買わされたぞ。嫌な映り方になっちゃうじゃん。購入でお願いします。ありがとうございます。あ、すごいな、はい、この企画マジ楽しい。こういうシャツって持ってる？こういうさ、綺麗系のもさ、うんうん、めっちゃ買っても可愛いかもしれない。こういう中に着るよってこと？そうだし、春とかだと、うん、あの1枚でも可愛いなと思います、うん、サイズいいですか？ありがとうございます。お願いします。ちょっと体悪くなってる。なんかさ、空気悪くなってる ね、さっきの40万円のお洋服が出てから、ね、1個で飾ってあるやつが怖い、ね、ジャケットとか。あ、確かに。まあでもこの辺になんかこういう風に並んでるやつらは可愛い感じだと思います。なんかバグってる。高いよ、この辺も。高いよ、高い。はい、うん、大丈夫な気がします。はい、でお願いします。 OK でーす。もうバグっちゃってるからさ、何言ってもいい感じなんだよね。やべえよ。わかります？4万円とかですね。あ、もうそんな、うん、そんなしないです。2万、うん、こちらお値段、お、1万9800円。ダメだな、これで安いと思ってたらもう俺のイメージも悪くなってってる。バズってますね。俗に言う頭おかしい YouTuber みたいな感じになっちゃってますね。まずいな、そういうイメージを覆していくコムドットって感じだったのに。何やってんだろうな。まあ楽しいからいっか。そういうサイズですね。うん、楽しい楽しい。ありがとうございます。こちらもお願いします。かしこまりました。じゃあ靴をちょっと見てもいいですか？靴ね。すごい可愛い。おお。どういう靴を言うのを覚えていないんだ。あ、でもここにあるやつはほとんど持ってないタイプかな、うん、でもさ、紺とかさ、ブルーとかそれこそこういう色が多いから、うん、それとかマジで合いそう。そうだね、合いそう。 USA って28cm あれば。 28cm 少々お待ちください。28cm、 あいにく品切れで 27.5cm でした。 27.5 はちょっとね、入んないかも、うん、それはもう女王でもさすがにサイズには抗えないと。抗えない。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。他に別になかったら女王様的にね。はい、ここはもう可愛いものをたくさんゲットしたので大丈夫。はい、お会計で。かっこいい。運命のお会計が来ました。運命のお会計金額はこちらです。やばいわ、久しぶりに震えてる。
お金系で震えてる。ちょっと感じ悪いかもしれないですけど、久しぶりに震える値段ですね。だってこれ1店舗目だぜ。これからゆうまくんって呼びます。やばい、また距離が選ばれちゃうとりあえずじゃあちょっとお会計しましょうか。お願いします。ありがとうございます。本当本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった。変な汗かきました。逆に、はい、これからも太客としてよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいろいろ教えてください。ぜひぜひまたいらしてください。はい、ありがとうございます。1店舗目ユナイテッドアローさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで2店舗目に向かっていくわけですけども、どうですか。これちょっとさ、マジで激ヤバ企画すぎない？ちょっとヤバいね。ヤバいよね。だってまだ1店舗目だよ。1店舗目で74万ぐらい使っちゃったと。いや、これなんかさ、炎上して第1弾で終わりそうだね、これセールがちょっと上すぎて炎上みたいな。確かに上すぎますよね、これは。うん、っていうのがあるかもしれないんですけど、別にセーラーのものを買ってるわけじゃないしね。俺が俺のものを女王様のセンスで買わさせていただいてるという企画ですまあ、そう聞くとなんかいい感じ。そう聞くといい感じですだからこれに対して悪いなんていうのコメントみたいなものが来た場合は、僕がもうありゃーって言っちゃうんで。じゃあ2店舗目を頑張っていこうかなと思います。やばいな、言わなきゃいけない感情が忙しいね今日は。確かに、ユーマなんて特に忙しいんじゃない。うん、女王様に高えよって言ってみたり、女王様に何も言わないでくださいとかめちゃめちゃ嫌いやんやばすぎこの企画じゃあ2店舗目行ってみますか。はい、ということで2店舗目キャリーミーさんに到着しました。よしよしよし。ペロン、スニーカー屋さん。スニーカー屋さんにお邪魔します。お邪魔します。なんかさ、コムドットにさ、スニーカークラブみたいなのあるじゃん。うんうんうん、所属してるんです。僕は一応所属させていただきました。所属してるんですね、うん、なんか一回ロケがあって、その時にちょっとノリでも奮発しちゃいました。トラビススコットなんて買わさせていただいたり、トラビススコット買えばなんか入会できるみたいな感じだったり入会条件満たしたということで。入会条件満たしました。ということで今日は2店舗目はスニーカー屋さんに行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。お願いします。お願いします。今日はなんと撮影のためにね、特別に貸し切りで撮影をさせていただきます。じゃあちょっと見ていきますか。どんなのがいいんだろう。紫持ってる。紫持ってないの。紫が可愛い。可愛いですね。可愛い。うん、紫だとどういう服を着るのか。黒を着る。紫のインドルズのセットアップか、うん、デニムのセットアップ、蝶々が入ってるやつねとか、確かに合うね。とかの配色、これも可愛いんだよね。でもこれみんな持ってるよね。ね、ヒューガとか入ってるイメージ。あっちゃん持ってる。うん、やばい、やばいゾーンだって。真ん中のがやっぱり一応いい靴いっぱい、特に高値なものが置いてあると。どれ持ってる。ここにあるやつ持ってない。あ、これ持ってる。これ可愛いよね。うん、これをちょうど入部の時に。これマジで可愛いと思います。これめっちゃいいね。これ何だろう。トラビスなんですか。これもそれもトラビスです。トラビスの SB っていう形に、 SB っていうブランドのスケートボードでダンクっていう形のトラビスで買ったんです。結構珍しい。一番見たことないってことは一番高いんじゃないかなと思うね。アッパーの布みたいなの取ると柄が変わるっていうギミックがちょっとエレファント柄っぽくなるんですけど、それを聞いた。カシマシです。履いてるうちに取れてくみたいなことですか。取る時間って言ったらスケボーで削れたとかそういう感じの、スケボーのこの板ってヤスリがついてるんですよ、前に。それでこう弾いたり、足でするんですけど、スケボーそれで弾いたりとかするとどんどん剥がれていくみたいな。なるほどね。まあちょっと元々形が SB っていうのがスケートボードっていう意味なので、で今もスケボー始めてもらって。スケボーもそれも女王として。そう2023年。それは関係あるの。服とかだってここ見たいじゃん。じゃあ女王に言うことは絶対なんで、うん、一応お値段だけ聞こう。そうだね、これはさすがにヤバそうだから、うん、お値段だけいただいてもいいですか。半端ないっすね。半端ない。だって見たことないもん。半端ないっす。定価1万2000円ぐらいなんですけど、インタックスで29万っす。でも俺は前の店舗で40を経験したことだ。そうだよ、さっき40万使ってた。トラビスのコラボでも最初の方に出たやつなんですよ。そのジョーダン・ワン・ローとかたくさんあるんですけど、それよりも前に出てるんで、 SB ってかなり数少なくて、はい、時が経つにつれて人気出るんですよ。まだ値段が上がるかもしれない。今が最安値って感じです、常に。ジョー、着てくってください。これ買いたいパー。ジョーの言うことは
絶対上がるって聞いちゃったから、やば、持っといて損はないじゃん。セイナもやりたくてやってるわけじゃないから、ね、いやいや楽しいけどね、この企画やっちゃでも多分これヤマトのフィガー持ってないから、お前スニーカー部で生きれるぞ。確かに、うん、え、これ生きれるじゃん、うん、一番最初の方に出たやつだけど、言っちゃう SB って知ってる、取れるって知ってる生きれ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 る、うん、じゃあちょっとこれいっちゃいますわ、はい、28cm 7.5 だったらなんですけど、 7.5 トライしてみます。ちょっと一旦履いてみる、一旦トライでお願いします。まあ無理はせずに、そうサイズには勝てないの私は、うん、そうだよ、ユーマ、セイラ、サイズだから、そう、サイズが今一番上だから一番ご用意できた、ありがとうございます、はい、お願いします。よし、入ってくれ、いや、入んないでくれか、どっち、複雑だ、複雑、かっこいいから欲しいんだけど、入った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 けど、だから、うん、長く履く、あれだから確かに、あー、すいません、情報、サイズに抗えないようです今日サイズ強いね、強いね、サイズが強いんだよ、さすがにちょっと歩きづらい、うん、申し訳ない、ありがとう、残念、なんか普通に合わせやすいやつがあるといいかなと思うんですけど、確かに確かに、これもかわいい、いいね、これ、いいね、今ネイビーよく履くからさ、あのニットとかで、うん、かわいい気がします。セーラーがいつもスニーカーを選ぶ基準とかある？合わせやすさ、別にどこのブランドとかは気にせずに合わせやすい、あとなんか動きやすいとか運転しやすいとか、生活のリズムが良くなるようなことですか、はい、なるほど、勉強になります。おお、ぴったり、あー、シンデレラシューズってやつですねちょうどいい、ちょうどいい、めっちゃちょうどいいです、うん、あ、そうですね、いい感じです、すごい、ブシニアって言って、ジョーダンの母校のノースカロライナ大学のチームカラーを落とし込んだカラー、オリジナルカラーではないんですけど、すごい人気なカラーなんです。おお、こういう感じだったんだ。じゃあこれはどうですか？はい、でお願いします。ジョーの言うことは絶対、イエーイ、普通に欲しいしね、可愛くない、めっちゃ、うん、ユマが持ってる服に合いそう、すごい、うん、だからジョーがね、また見つけてくれたみたいです。あれなんですけど、めっちゃ可愛い、ピースマイナスワンってやつです。ピースマイナスワン、ビッグワンのジドラゴンが作ったブランドで、欲しいね、めっちゃ洒落てない、多い、めっちゃ可愛い、うん、ここがちょっと可愛すぎない、花が1枚かけてるからピースマイナスワンってことですね。あ、なんかこっちも同じやつですけど、へー、ピースマークってあるじゃないですか、こういうなんか1本かけてるからピースマイナスワンですよ、うん、でもこれもなんかさ、ダボっとしたデニムからここが出てるのめっちゃ可愛い、うんうんうん、要はこれだって5人、ま、全員回ってくるんだから、そうだね、最初がユーマでさ、まあ、みんなの足並みは揃うわけだ、そう、ぶっ壊しちゃえばいいんだ、ユーマきっといい感じかもしれないな、これはめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いな、これは、え、サイズは大丈夫ですか？サイズぴったりです、ということで、せーの、女王の言うことは絶対、イエーイ、もうなんか、これが欲しいだけみたいになってきちゃってまずいなということで、全部試着が終わりました、はい、お疲れ様でした、全てシンデレラシューズでした。ジェットビットでした。もう俺がバズってる。ジョー全部欲しいっす。私も全部欲しいです。ということで、ジョーの言うことは絶対。なんか気持ちいい、ユーマのあのまつげが会った時に下がってきてる。なんか目になんかこう勢いがない気がする。弱い感情失ってきてる。うん、大丈夫。違う違う違う。今だよ。この部屋にいるうちは大丈夫って言っちゃう、今もう完全にバグっちゃったみたい、うん、頼もしいです、じゃあ
購入していきますということでお会計します。やばい怖い、靴ってどれがいくらか分かんないからな。お会計の方こちらになってます。いくら31万400円。本日お会計が全てで100万円を超えました。マジやばい、マジやばい、やばい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 。さすがに今日60、70で終わると思ったんだけどね。まあ女王様とのデートですから、そんぐらいしていかないとダメです。100はやばいな。いろんな感情がさ混じってるでしょ。キャラとかよくいろんなものが混じっちゃって。で本心で言うと今日はすごく楽しいんで、うん、100万円やばい。もうわけわかんない。やばいよね、なんかわけわかってないでしょ。うん、今わけわかってない。まあじゃあちょっと会計していきたいと思います。ということでお会計終わりまして、今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらでは結構太客になれたんじゃないでしょうか。ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうございます。スニーカーハマりそうなんで、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。いやいいね、やっぱスニーカーも行っちゃって、うん、結構いい買い物できてるわ、うん、でも完全にね僕が暴走しちゃったね。可愛かったね、全部可愛かったし、うん、スニーカーに関しては女王とかじゃなくて僕が暴走しちゃった回でしたね。いやいや、でも私もご利用ししちゃったから、うん、で最後ちょっとさお腹すいたじゃん。はい。あら、いいですか、うん、権限使っていいですか。女王の権限、うん、何でもいいよ。いちご飴食べたいです。あら、いちご飴好きなの。大好き。いちご飴いいじゃん。ゆうたくんさ食べた時にさ、うん、あ、食べてたね。そう、あれでハマってさ、うんうんうん、食べたいです。おー、いちご飴いいじゃない。じゃあ行こうよ。最後に、じゃあやっていいですか。はい。いちご飴行くか。絶対イエーイ。わ、この絶対はもう軽いわ、一番。バグっちゃってる。一番いい絶対だった、今のか。こういうのでいいんだから。じゃあ行きますか。お願いします。はい。ということでいちご飴購入してまいりました。ありがとうございます。いちご飴好きなんでしょ。大好き。何が、いちご飴の何が。ちょっとうるさかった。いちご飴好きなんでしょ。大好き。何が好きなの、いちご飴の。なんかこの外カリ、なんかジュワみたいな。パリパリ感。はい。ちょっといただいていきますか。いただきます。はあ。俺食べるの2年ぶりぐらいなんで。緊張してる、怖い。この硬さが刺さってくる感じ。1個で、1個でしょ。そうそうそう。あ、目が刺さってくるんだよな。下手くそじゃない、なんか。あ、やっぱうまいわ。え、言いたいことわかる、うん、カリ、ジュワじゃない。はい、ジュワ。雨の雨を狂気だと思っちゃう。刺さるんじゃねえかみたいな。おい電車、おい電車が変に来るな。撮影向きではない怖いに来てしまう。何が好きなの、いちご飴以外には。アサイーボール。アサイーボール面白くないんですよ、私は本当に。何が好きなの。俺ね、しゃぶしゃぶとか、うん、最近ハマってるのは銀だら渋、うん、あれが好き。ホッケが好きだったんだけど、家の近くに定食屋さんがあって、銀だらこれうまいんですよっつって店長と仲良くなったんで、昼集合だったら昼行く前にそこで銀だら食ってください。へえ、そんなハマってんだ。ハマってます、銀だらにハマってます。定食屋とか好き。定食屋あんまりかな。うん、じゃあご飯屋さん行くってなったらどこ行くの。こないだそこ行った、うどん屋さん。まあまあうどんとっか。あ、味の民芸。あ、味の民芸、味の民芸だ。元気だった、美味しかった、めっちゃ。うん、ってことで今日は女王様とイチゴね食べたり、イチゴが一番可愛かった、ね、ほっこり企画、イチゴを見るとね、うん、最後はめちゃめちゃほっこりだったんですけど、どう、距離はちょっと縮まった。仲良くなった。なったよね、うん、でもこれが僕のやばいところなんですけど、これでまた2週間ぐらいセイラと会わなかったら。そうだよ、戻ってしまう。そうなんだよね、それやめてほしいわ、本当に本当に。1週間に1回ぐらい何とかして会わなきゃいけない。セイラの、あのヤマトにさパソコンのチェックある時とか、うん、事務所有用って送ってくれる。俺こうやって行く。そうやってくるんだ。定期的にね、定期的に会っていきましょう、うん、そこをちょっと対策していきたい。ってことでじゃあ素晴らしい企画でしたと。楽しかった、超楽しかった、うん、でちょっと買ったものをさメンバーにも紹介したいから、ちょっとエンディング、事務所帰ってから、あわーわー。
もう来んなよ。行けたやろ。来んじゃねえよもう。ということでね、事務所戻ってメンバーのみんなに買ったもの紹介していこうか。それじゃ。はい、ということで、二人帰ってきました。どうでした？楽しかったですよ、すごい。とんでもない紙袋の数があった、うん、あ、これちょっと第2回みんなちょっと気をつけておいた方がいいよ。え何それ、気をつける企画なの？まあ、第1回は超えなきゃいけないですからね。そんなことねえわ。それはないね。そんなないよ、その人に合うものをね、言ってんだから。セイラは基本的に、ユーマに合うなと思うものを持ってきただけでしょ、うん、値段とか見たの？うん、うわ、そう。まあ途中自分でも暴走しちゃったりしたんで。あ、じゃあユーマ的には結構楽しかった？楽しくなっちゃってスニーカーのとこで暴走しちゃった。わー、そうなんだ。スニーカー部員ですからね。そうです、そうです。ちょっと早速何点かちょっと買ったものを紹介していただきましょうかね。うん、オッケーす。ということでまず1点目、こちらでーす。おー、息もぴったり。おお、セットアップです。かわいい。へえ、かわいい。これはリーバイスでデニムをゲットした時に買ったんですけど、同じ色で上下別々に着るし、可愛いのかなということで、ユーマのスタイルを生かしたコーディネートしたいなと思ったので、うん、これにしました。おお。ちゃんとサイズの合うデニムを探しに来ました、リーバイス。ああ、いいね。いつも俺がさ買い出しに行くからさ、俺に合わせて大体ユーマが履けるか履けないかで、ね、うん、買ってくるから、ユーマさズボンちゃんと履いてくれたし、着るね。いつも一番上だけ止めて、ボタンなの、チャックじゃなくて、3つぐらいボタン開けっぱなしで出てくる。初めてって言ってたけど、ここ履いてるもんね。何着も履いてくれたユーマ。うん、履いてって言ったら履いて。お、偉いじゃん。もちろんそれは今日は履きますよ。いつも試着めんどくさなんだユーマって、マジで。お値段は、ちなみにお値段なんですけども、セットアップで3万800円です。おー、え素晴らしい買い物じゃないですか、これ、うん、リーズナブルでワンダフォーですよ。え、ちょっと着てみていい？最近こういう系のファッションにハマってる佐藤ゆっちゃん。うわー、いいねー、リーバイスかっこいいねー。じゃあ俺さ、大客すぎてさ、リーバイスとか着れないよ。あれ？あれ？待って、いいじゃない、めちゃめちゃ似合っちゃってんじゃない、うん、めっちゃいいやめっちゃ似合っちゃってる。似合っちゃってる、うん、めっちゃいいや。今日行ったお店はこういうのが変えられるの、色。へぇー、ユーマだったら青、ヒューチになったら紫みたいな。ヒューチン、ごめんね、ヒュープンちゃん。みんなやりに行きたい、ヒュープンちゃん。やっぱ低めに座ってるからね、俺。はい、ありがとうございます。はい、すごい良かった。そういえばなんかさ、お台場行った時にさ、ヤマトのトイレ待ちでリーバイスがフラット一人で入ってって、接客断れなくて、うん、適当なジーパン買ってた。で、入んなよ。マジで断れなかったらしい。はい、1個目こんな感じでした。あー、大丈夫。2つ目、こちらです。ジョン、ジョン。ユナイテッドアローズで買ったんですけど、なんかユーマあんまりこういう派手 なんか組み合わせ、うん、やらないかなと思って。確かにチャレンジな感じで、そう、今日結構チャレンジしてみました。ジョー様が私が言うことは絶対っていうノリがありました。ほんとだ、はい、第2回の人も言ってくださいね、絶対こう。まあ、それは置きやすいです。そういう企画です。いや、これめっちゃ良かった。こちらお値段が4万300円です。おー、うん、だんだん上がってきてますよ。上がってきてる。そうなんだって今知った私。ああ、そうか、セーラーはね。あ、そうか、もう値段も見ずに買ってるから。あ、本当にもうその場でも聞かずにっていう感じなの。うん、でその後聞いたやつもなんかあったよね。あったあった。そう、後半に行くにつれ俺も知らん知らん、なんかお会計の時に、おお、お、意外と良かったから。ちょっと第1回にぶち込む人材としてヤバかったの。いや、冬にやんのヤバいよ、冬服高い。確かに、アウターとかね。まあ、じゃあ2回目俺を超える必要はないですね。3つ目はこちらです。ドカーン、おぉ、おぉ、ある。じゃあ、ロエフさんのね、ロングホワイトコートですかね。うん、これはもう、着てるだけで価値格コートっていう。価値格コートは、これ人生勝ち組コートっていう名付けたんじゃない、どこで促進は。うん、で、これお値段なんだけど52,800円。おぉ、やっぱ俺セレクトだとさ、やっぱユーマの普段の行動を見てるから、余裕でさ、ホワイト系の服着てるのミートソース食って確定でつける人や、うん、だからあんまりこう汚れが目立つもの買わないんだけど。マジ行って買うとき一応コーヒーはこれ着て飲まないでって言うことを聞くと思ってる。聞くよね。聞くよ、女王様の言うことは絶対。こういう感じだったんだ。今日の全部絶対動しません。ストーリー乗りそうやな。ごめん、シーラー。こういう話。
ギャグで乗り越えた、うん、いい振りもらっちゃいましたね。それを潰すんだ。それを潰したんで、まあ、結構ね、他にもいろいろ買ったんですけど、今日はちょっと目玉みたいな紹介したいものだけちょっとエンディングで発表します。あとじゃあちょっとインスタとか見に来てくれたら嬉しいですね。お前宣伝入れちゃってんじゃん。ということで次はこちらです。ドーン、おぉ、普段あんまり着ない革ジャンです。おぉ、しかも柔らかくて着やすそうな革ジャン。これはめっちゃいい。あれ、ありがとうございます。うん、憧れてくれちゃった感じでしょ。ヒステリッククラマってですかね。だよね。俺が一応モデルやってた革ジャンなんだけど、革ジャンのなんかそのシリーズみたいなやつで特集組まれた時に俺着てたよ。へぇ、すごい、さすがヤマトやな。はい、ありそうです。じゃあ今お前のターンじゃないからなっていうのも、さすがやもん。じゃあ、もうそれは俺も買うの。ヒューガ、ヒューガ、ヒューガ、間違えてるから。今お前のターンじゃないから出てくんだクソワニとかそういうの待ってるから、ね、すごいやもん。さすがトップモデルみたいなやってくんだ。いいよ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 とかじゃなくて、何もなくなっちゃう。もうほぼカットになっちゃう俺。マジですごいな。何もなくなる。しかも妹の前なんだから発揮させる俺の力を。まあちょっと憧れて買っちゃったんですけど。いやでも結構するぞこれ、うん、これいいお値段しまして、お値段15万4800円。うおー、これはどういう意図で。なんかこのヴィンテージ感がめっちゃ可愛いなと思って、うん、で今も革ジャン一着あったら可愛いかなと思って。綺麗めの服はさ、いっぱい持ってるけど、なんかこういう古着っぽいというか、うん、ヴィンテージ加工気味のものはユーマ持ってないから。ここもユーマが好きそうな柔らかさや。ちょっとギフティですね。ダー全部それでいけるんだね。結構なものをポンポン買ってるぞ。ちょっと、まあ動画見てもらえば分かるんですけど、どっかで1個ブレーキをぶっ壊れちゃったやつね。ぶっ壊れたしな、目玉でいきたいと思いますね。もう将来なんか子供とかいたら、ウィーってあげられるよ。いい状態で。ウィーってあげる手段のものではないけど、うん、優しいね。ヤマトなんて子供に嫌うととつきますでしょ。バカか、お前なんで急に。今じゃねえわ、さっきだわ。さっきいじれよ。迫力ありすぎやろ俺の攻撃。やめろそれ。やめろこれ。無駄だもん。ということでこんな感じでした。うんうん。いいですね。宮城の頭突き買って突っ込まれなかったから不安になった。宮城の頭突き買いな。あるかその味方で。どうしようと思って俺。じゃあラスト2品ですね。はい。こちらです。ドン。トゥニカトゥニカ。これ部長持ってます。いやこれ僕この間買おうとして、いやちょっとスニーカー最近買いすぎてんなって思って、こんなにしようと思って帰ったやつ。僕も持ってないです。あっ、スニーカー部で生きれるじゃないですか。そうよ、うん、ピースマイナスワンさんっていうブランドですね。こちらお値段10万980円です。おお。でこれ紹介してないんだけど、シロン買いました。えっ、え、それも女王命令だ。いや、そこはぶっ壊れ、俺。あ、うわぁ、なんだか、女王みたいな。うん、この何、ね、太陽。あ、お花だと思います。花から花びらが一番抜けてる。ピースマイナスワンってことですね。あ、間違えちゃいけないやつか。いや、間違えちゃいけないやつとか、そうだよ。またそのネットで炎上しちゃうやつ。エアフォース事件みたいになる。この時やっちゃってんの。ごめんごめんごめん。いやこのハイカットがいいな。ヒュー、ローカット、ローカット、ヒュー。これ間違えたらスニーカーの人たち怒ってる。めちゃめちゃ怒るやつだから、その。どう見てもはいじゃないし、間違いはないから。別に怒るようなことではないやつ。いやまあまあそう、間違えちゃっただけなのに怒られるやつか。うん、いやこのスウォッシュがさ、ちょっと青っぽいのがすごいいいよね。いいよね。青、青スウォッシュ。え、何始まった青。劇場水色みたいな。劇場、劇場だ。でもこれあれ、スニーカーヘッズの人たち叩くやつ。いやこれは叩けない、やっぱその色盲っていう病気でそれは叩けないと。え、でもこれ何が買ってるの。その種類的にさ、エアジョーダン1とかさ、ジョーダン4とかいろいろある。これハイパーダンク2020です。ハイパーダンク2020。お前なんかが履くなっていうコメントで荒れるわ。スニーカー何足買ったの。スニーカー4足買いましたね。おお、これ以外に2個あんだ。めちゃめちゃ靴好きやん。えぐい追いつき方してきてる。いや若手の勢いがすごい今。だって俺とヒューが立ち上げてまだそんな立てない。俺らもまだね。ってな感じですね。はい、次ラストですか。ラストいっちゃいましょう。ということで僕のブレーキを完全に壊してしまったラスボスさん、こちらです。え、出たー、マルニさんのジャケットですかね。これはだってさ、もう素材的にヤバいやん。これをセイラは値段を見ずに買いでって言ったの。
そう、セーラはめっちゃいいねあめっちゃいいじゃん、うん、これ買っちゃいますかね、女王様の言うことはぐらいの勢いだ。一応セーラに今日俺は遠慮することはないから、セーラの感覚でいいと思ったものは全部買いでって言って大丈夫だよっていうのだけ言っといたから、ごめんやばい。マネキンが来てたんだよね。でも一応値段聞いとく。うん、こちらのラスボス様のお値段は42万1300円です。いやびっくり、予想の倍ぐらいだった20何万だなと思いながら見てたら40。マジで、だってこれあれだもん、なんか試着するときに店員さん、これはちょっとやばいっすよみたいな、めっちゃ焦ってたもん。そういう企画だったんだね、この企画って。だけどたまたまセールがいいと思ってしまったな。いや、やばい、でもめっちゃかっこいい。俺も最初値段知らないで来て、うわ欲しいわ。あ、じゃあいいね、うん、そう、すごい。いらないものは買ってない。いらないものは1個も買ってないです。どういう着方ですか、これは。え、これも普通になんかシャツ綺麗系に着てほしいですね。これちょっとさすがに汚せんわ。値段でビビらすとちゃんと汚さないからマジ数で判断する人だてな感じで、マジでかっこよくいきたいと思います。うん、いいよ、いいね、すごい気持ちがいいな。じゃあ最後にこのセーラーのセンス買いでいくら使ったのか発表をよろしくお願いします。はい、ということで以上様から今回使った金額は135万5千円です。素晴らしい、めちゃめちゃ買ってるやん。打ちかましてきました。いやでも全部がハイセンスなものだから、135万円使ったって言っても何ヶ月ものでじゃないですか。はいはい、早めに使っちゃったってだけで別に悪い気は何もしてないですね。おお、かっこいい。大丈夫、これ着ないけどみたいなありそう。いや、マジでないと思う。じゃあ何点ぐらいで、その金額は。20点ぐらいかな。うーん、おー、結構買ってんな。うんうん、なんか今日一緒回ってせいだとセンスをちょっといただけたっていう、あ、これがこういう組み合わせでこうなんだとか、なんかいろいろ勉強になりました。そういうの最近さ、普通にめっちゃおしゃれじゃん。あー、なんかスニーカーとかも変えてね。そうそうそう、うん、いや、お疲れ様でした。いや、マジで、次は誰の組みたいというか、誰の選びたいみたいな。でもなんか勢い的に言ってくれそうかな。いや、まあ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 勢いはない方ではないけど、けどユーマだから結構そのガンガン行ったみたいなのあるんだよな。なんか事前情報として、そのユーマはあんまノーって言わないよ。まあノーって言えない企画なんだけど、うん、その着ないかなを突破するこのあれをもらうやつなんで、そう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 、うん、まあユータの回とかも結構逆に楽しみ。え、難しいよ、全部スキニーとか。全部スキニーやばい、ヒューガストーって出てきた。評価が良かったらちょっとあのシリーズ化していこうかなと思います。はい、そしてなんとですね、今回まあいろいろ服とか買ってきて、ユーマをね今貸し出ししてるんですけれども、明日ねセイラがユーマのことを借りてルックブックを撮るらしくて、その時にちょっと衣装を何点か使おうみたいなところで今回20点ぐらい買ったっていうのもあったので、それは3月に出るのかな、うん、そちらの方も合わせてね楽しみにしていただけたらなと思います。そしてインスタ何万人ぐらいですか今。93。すごいのよ、すごいところでしたね。100万はやばいね、言ったらね。おい、ちょっとまあ170のユータからして大したことないのかもしれない。いや、ものすごい数です。ユータサーバーかもう40万とかだから。フォローしてくんないんだけど。あ、お願いしてみたら今。いや、しないよ、もう諦めた。諦めた、さっきお願いしたんだ。で、無理だった、うん、なんて言われたの。冷たお前、冷たい。無理って言われた。めっちゃ冷たね、プリって言った。作んないですか、まだサブアカは、うん、めちゃめちゃ来るよ、サブアカの方の DM に。他の3人は作んないんですかって。俺 DM 見てんのよ、そっち返信のコーナーやってんだけど、めちゃめちゃ来るよ。もうなんか気まずくて返信してないもん、それに。別になんでとかはない、だって作んなきゃいけないわけじゃないから、そっちのチーム。そう、勝手に作りたい人が作っていいっていうサブアカや。だからそれで目論んだのがやんっていうのだけで、うん、これ裏話なんだけど、2人で始めるじゃん、明確にフォロワーの差ついて結構はずいぞ。いや、これだから本当に残酷な話なんだよ、始めたら。残酷ね、これさ、8万とかになってるんだよ。いや、ゆうが恥ずかしくて言わなかったけど、それが嫌で始めた。そうなんだ、3人で一緒のサバーって。
そしたらさ、行くぜ、18万ぐらいまで。それがやばい。3人合わせても俺らに届かないみたいなのマジ見方やばすぎる。え、どうすんの。いや、サブアカは多分今年の年末ぐらいにね、うん、人気をそれまでに上げてってってことだよ。そうよ。だから、うん、始めてほしいファンの人はやっぱ激推ししていかないと、うん、交互期待ということで、はい、うん、まあ、セーラーのインスタはですね概要欄から見れるのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで第2回希望の方はですねぜひぜひ高評価コメントそしてチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でバイビー。